ドミートリー・ニコラー・エービッチ・チェリシェフは、現ロシア・ニジニノブゴロド州、ニジニノブゴロド出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは FW。息子は、バレンシア CF に所属しているデニス・チェリシェフ。1969年、現ロシア・ニジニノブゴロド州の州都、ニジニノブゴロドで、生まれた。FC トルペド・ボーリキーのフットボールスクールでサッカーを、 はじめ、1987年に FC 秘密区、ジェルジンスクでキャリアをスタートさせた。1988年、軍に徴兵され2年間準じた。1990年の復帰後は FC ローコモティフ、ニジニノブゴロドで再スタートを切った。1993年、FC ディナもモ,モスクワへ移籍をした。1996シーズンでは、 ロシアプレミアリーグで3位の17得点を挙げ活躍。同年11月、その活躍が認められて、スペインのスポルティングで基本へ移籍をし、イゴールレディアコフ、ユーリニキフォロフラと共にプレーをした。基本では2001年まで在籍し47得点を挙げた。2003年、レアルアランフェス CEF にて、現役生活にピリオドを打った。2006から2010までは、 息子のデニスが所属するレアルマドリードのユースでコーチとして働いた。2010年12月13日、FC シビルのボシビルスクのスポーツディレクターに就任。2011年6月16日、故郷のクラブの FC ボルガニジニノブゴロドの監督に就任した。2016年6月3日、FNL に降格した FC モルドビアサランスクと2年間の 契約を結んだことが発表された。ありがとうございます。